はい、どうも、しーです。今回はですね、人前で緊張せずに喋る方法についてお伝えしていきます。で、私はですね、後ろにある本を出版したりですとか、こうやって YouTube 撮影してね、お話するとかってやったりしてるんで、人前で話す機会ってのは結構多いタイプなんですね。で、割と緊張はしない方です。昔は緊張してたんですけど、今はあんまり緊張しなくなりましたかね。でね、なんで緊張しなくなったのかっていうと、もうこれはね、爆発を踏むしかないんですよ。結局のところ爆発が全てですね。で、爆発って言っても別にね、リアルの場所で爆発を踏む必要っていうのは別にそんなにないんですよ。もうオンラインでも全然大丈夫です。で、おすすめなのはライブ配信ですね。YouTube のライブ配信でもいいし、ツイキャスっていうアプリとかあったりするんですけど、あと17ライブとかなんかいろいろあるじゃないですか、ライブ配信アプリが。あれでライブ配信をしてみるっていうのが、一番いい練習になるかなというふうに思います。これなぜかっていうと、実際のリアルの場所で人前に立って話すときって結構かしこまってる場合が多いじゃないですか。で、かしこまってる現場っていうのはリアクションが返ってこないんですよ。例えばセミナーで登壇することになりましたとか、プレゼンテーションすることになりましたみたいな話っていうのも、なんかこいつ面白くねえなみたいな感じになってても、なんかぼーっとこないと聞いてますよね。でも例えばライブ配信とかだったら、面白くねえなって思われたら如実に数字が減っていったりするんですよ。とか、緊張してますねとかコメント書かれるとか、もうなんかね、みんな思ってることそのまま書いてくるんですよね、リスナーさんが。で、自分がこういったことによってこういう反応が返ってくるんだっていう練習の場になるんで、それはね、すごく練習としてはいいと思います。テクニック的なところで言うと、その原稿は用意するべきなのかとか、リハーサルはちゃんとするべきかみたいな話ってあるじゃないですか。で、これはね、人によって違うので、結構ね、何とも言えないところあるんですね。用意した方がうまくいく人もいれば、用意しない方がうまくいく人もいるんですよ。もうこれは本当にタイプの問題なので、過去の自分の発表の場所とか今まであったと思うんですね。小学校中学校とかで発表とかあったと思うんですけど、用意した方が緊張しなかったのか、用意しない方が緊張しなかったのかって思い返してもらって、自分のパターンに当てはめて、やるのがいいかなと思います。結局のところ場数なんでね、これもその小手先の話なんで、あんまり効果がないというか意味がないかなというふうには思いますね。で、あと何気に大事なのが、その緊張すること自体が本当に問題なのかっていうことをもう一度考えてもらいたいんですね。例えば仕事のプレゼンとかを想像してほしいんですけど、緊張することによって失敗したらそれは問題ですよね。でも緊張しまくったとしても提案が通ったらそれは問題ないわけですよ。それは成功なわけですよ。で、プレゼンをすること、ライブ配信でファンを楽しませること、あとこういう本とか出した時にイベント登壇とかした時っていうのは、お客さんに何か気づきを与えること、もしくはお客さんが楽しんでくれることっていうのが成果目的なわけじゃないですか。で、その成果とか目的から逆算して考えた時にね、緊張するかしないかっていうのは実はあんまり意味がないというか、それこっちの問題なんですよ。こっちの問題なんですよね。で、緊張しまくったとしても、いや、ホッシーさんのイベントすごく良かったですと、なんかこれからの人生変わりそうですみたいな話になるのであれば、それは成功なわけですよね、セミナーとかイベントっていう意味ではね。でも、ホッシーさんがめちゃくちゃ緊張しまくってたのを見て、なんかこっちも緊張してきましたみたいな、あんまりいいセミナーじゃなかったですってなったら、それは確かに緊張したことは問題ですけど、でも基本的にはね、そういうことってあんまり言われないんですよ。むしろなんか緊張してる様子を見て、あ、あの人でもやっぱり緊張するんだなと思って親近感を覚えるとか、実はね、いい効果を生むことの方が多かったりするんですね。で、ここでとにかく言いたいのは、その緊張すること自体っていうのはね、本当にどうでもいいことなんですよ、実は。で、普通のコミュニケーション、新しく誰かと友達になりたいとか、今目の前にこうやって話してるホッシーと友達になりたいような場合の時に、じゃあ例えばあなたがめちゃくちゃ緊張して私と話してるとするじゃないですか。でも私がそれをどう捉えるかっていうのは、あなたがコントロールできることじゃないんですね。例えば私が、この人なんかすごい緊張する人だからちょっと関わりたくないなって思うのであれば、緊張することっていうのは問題になるんですよ。それはその成果に対して悪い方向に働いてしまっているのでね。でも、あ、この人すごく誠実な人だと、やっぱ最初は初対面だからすごく気を使ってくれるし、なんか必死にお互いを理解しようとしていろいろ考えてるから緊張されてるんだろうな、なんかこの人いい人だなって、もし私が思うのであれば、緊張することはむしろプラスに働いてますよね。であれば、緊張したことによって成果が取れるわけですよ。でも基本的に緊張してるかしないかっていうのは審査の対象にはあまりならないんですよね。私の場合特にそうで、緊張してるとかしないとかどうでもよくて、その人が将来何をしたいのかとかね、その人が今何をやっているのかっていうことに私はすごく興味を持つので、緊張してるかしてないかっていうのはね、実は私にとってすごくどうでもいいことなんですね。ってなってくると、例えば私の前でプレゼンをするとか、その私と仲良くなりたいっていう目的を持ってこうやって目の前にあなたが現れたとしたら、あなたが緊張しないようにしなきゃ、緊張しないようにしなきゃっていうふうにやってるのはマジで意味がないんですよ。でも意外とこういうことって本当に多くて、みんなね、こう自分をよく見せようとしたいとか、
なんか緊張しちゃいけないっていうふうに思い込んでるから、こう緊張しないように喋んなきゃいけないっていうふうに思うんだけど、緊張するかしないかっていうのは実はそんなに成果には直結しないってことが分かるとね、そもそも緊張しなくなるんですよ。あ、それってやっぱどうでもいいことだよねってなってくると、だんだん緊張しなくなってくるんですね。なので実はこの動画で一番大事なことっていうのは、そもそも緊張するかしないかってことは大切なことなのか、もう一度考えてほしいよねっていうところなんですね。まあ、でもやっぱり緊張したくないよねっていう欲求があると思うので、まあ、緊張しないためには本当に場数を踏むしかないっていうところですかね。まあ、今回お伝えしたのはこの2つでした。というわけでぜひね、そのライブ配信アプリとかいっぱいあるんで、まあ、場数を踏んでもらいつつ、そもそも緊張することってあんまり意味ないよねっていうことも場数を踏むと分かってくると思うので、ぜひ実行してもらえればいいかなというふうに思います。今回はこんな感じでありがとうございました。